ようやくこの時を迎えられましたねえ、信長公。風情を感じる暇はありませんな。これら仏間もまた敵の一部とお考えあれ。この先道が二つに分かれているようです。長廊下と連なり広場、どちらを行くが上策でしょう。奴らの進軍を止めることができなかったとは。人とならば戦いよ。だが魔王相手にどうせ。安心なさい。お前の胸に私が皆さんを守る。お前の勇姿をわしの胸に。しどろあいたわ、もどろあいたわ。言えるか。俺たちは大将を信じて踏ん張るしかねえんだよ。敵は我が目の前にあり。拙者も負けてはおられませぬ。それ馬鹿野郎、なんで謀反人なんかに手を貸すんだよ。光秀様はお前たちが思っているような方ではない。ただとても寂しく哀れなお方なのだ。世の中腹をくくらねばならぬ時もあるか。教えてください、信長君。私は一体誰なのですか。姫たち、天下、次元大使、それとも光秀。何を申す。たかが手足が。お気をつけください。何者かの息遣いを感じます。もう姫様を思わせないで。お前の胸に。であればどんなによかった。この部分は何だ。こやつの目的が見えぬ。なんでよりによって明智殿なのだ。信長様をお支えできる数少ない方のはずが。ああ、光秀様もそうであれと願っていたようだ。それ式の討議にて世をもてなしうると思うてか。やはりあなたこそ私がハベルにふさわしきお方。今ではもうよくわからないのです。私の一番の望み、それが一体何だったのか。神奈川通りに夢幻であるか。理解できるのはただ一つ、あなたが欲しい。あなたの声で生まれ変わりたい。奄美にもなく玉津あり川座敷号か。光秀、是非もなし。我が軍の苦戦、火を見るよりも明らかなり。破るだけなら誰にもできよう。よう破ってみせ。正義にかかわらず光秀様が消える、そんな予感がする。最も足りぬ
それがしの最後。おい、この場で引導を渡してくれようぞ。お前の勇姿をわしの胸に。矢がために加担とするは愚かの極みぞ。欲するところを授ける、余との生殺の場をな。ご随意。どうしちゃったら、足の祈りをお前の胸に。お前の勇姿をわしの胸に。死んではならぬと、あれほどきつく言った。ああ。せしむれば死だ。死がにおいおいクグスの会にはことかかぬわ。はっ、全てクグスよ、ヨガと生きよう。早く見たいな、家康様が作る太平の世。
しぶりにやるのか、あの技を。まったる不明よ。腹をかさばいてお詫びいたす。このような事態になったろう、それがしたにも責があろう。逃れられぬものであるか。